平安時代は怨霊に翻弄された時代でもあった。その怨霊と対峙し魂を払う者、人は彼らをこう呼んだ。怨霊寺。はぁ、これは姫の鞠ですか。私はアンチン、奥州白川の藤原の者、熊野へ修験へ向かうそうです。それで姫は。清姫。清姫。ああ、庄司清重様の。知っているのか。それはもう。そうか、ではでは遊びましょう。私もマリは得意です。ほっほっほれ。おお。怖くないのか。なぜ。知っておろ、わらわの母は蛇、ゆえに我は蛇の子だ。なんの。私には手まりの上手な可愛い姫君にすぎません。そうか。おお、お見事。アンチン清姫じゃに化けて、七世に巻かれて一回り一回り。アンチン様、ワイト様、こっちこっちこっち。ほら、清姫様。やったな、それワイト。青春が眩しい。あの二人は幸せに月日を重ねているだろうか。二人？清姫とアンチンですか。ああ、ふと思い出してな。大丈夫ですよ、二人はお似合いですから。はい、リス様、リス様、どうか。救急による治療、救急による治療。青龍、ラッコ、スザク、ゲン、コーチ、帝体、文王、三体、玉鳥、式神たちよ、我に力を貸したまえ。マヒト、アンサイメを強く助け。蛇だ、蛇だ、蛇だ。一緒にいたら食い殺される。こっちに来るな。落ち着いてください、私は清姫です。近寄るな。清姫、しっかりしろ。清姫、おどれおどれおどれ。こうなれば力ずくでも一つに。うわー。新内武士日高川飛び込みの段より。おーい、のーい、その船で向こう岸に渡す。くれ、はよーはよー。ならぬわい。船頭はアンチンから清姫のことを聞いていた。かの山伏の頼みには、年の頃なら16、17なる娘が来たならば必ず船を渡してくれるな。王とたちまち命を落とすことになりかねないと。ならば寝ながら見物しよう。さあ、小枯れ死によ。消耗じゃ、あ、消耗じゃ。こうして灰になって重なり合うことができたのでしょうか。死後の世界は誰にも見えぬ。こうなっては願うことしかできぬ。
悲しかろう。だがそれらすべてを背負ってなお生きていかねばならんのだ。今を生き抜くその先に明日は、希望は訪れるのだから。枯れた花びら広い集め時の流れを数えてから、また髪の毛を横に蹴ったのよ。ちょけ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 、私いつだってあなたのそば耳の横でささやいてた。同じ曲を何度でも欲しいのならいつだってリピートボタン。